スローからのゴールというのも新潟戦ありました。神戸、その藤田のロングスロー、中央セカンドシュート、これはクロスバーか。あー、今のは守備のとってヒヤッとしたでしょうけど。そうですね、あと藤田右のサイドつなぎます、高橋クロス入れます、ヘディングシュート、渡辺わずかに枠の右でした。いいクロスが入ってきました。そうですね、神戸にとっても非常にいいリズムでしたね、はい、競り合ったのはニュートンです。さあここで和田ニュートンからのパス、大谷は繋がらない、さあここで繋がった、渡辺和馬シュート、もう一度、ここもキーパー上杉、いや上杉を2つ止めましたね。そうですね、ビッグセーブ、渡辺和馬のシュート、しかし右から小川が上がります。小川大輝、縦に行くクロス、おっとここはクリアしきれませんでした、高橋で、そしてその向こう側に背番号15番の和田優斗がいました。シュート、渡辺和真落とす形になった、シュート放った、先制点は神戸、後半の開始早々にゲームが動きました。大森、渡辺和真ワンタッチこぼれたところ、最後大森のシュート。そうですね、そのラッキーとアンラッキーのような形ですよね。面白いな、ヘディングシュート、面白いボール入りました。うーん、面白かったですね、大井がヘディングショートでした。みんなこうピンポイントで来るっていう、私も含めて裏なりなんなりこうピンポイントで来るなと思ってたんですけど、面白いですねこれはね。ニアで大井健太郎合わせていきました。代わって松浦が入っています。さあ前を向いたムサエフ、横に出す、今入った松浦、松浦前が空いた、シュート、ポスト、まだある、シュート決まった、同点、チビロヨタ追いつきました。いやいや、オフサイド、太田のポジションのオフサイドでした。そうですね、なかなか、いや今のは見応えあったんですけど、ポジションがそうだったんですよね。そうですね、うん、すぐそばには大月ですが、ここはニアで触る、ニュートン狙いました、後ろからシュート、いいシュートでした、松下良樹のシュート、左足、ここはキーパー上杉が防ぎましたが、枠いってましたね。非常に難しいバウンドだったと思うんですけど、はい、よく合わせましたよね、こういいシュートでした、少し左のこうインフロント気味にこう持っていきましたね。桜内がニアにいます、ムサイフも近いところにいる、遠いサイドには松浦、ニア狙ってくる、流れた、クリアをしました。最後はニュートンか、今のもすごいところに落ちてましたよね、こぼれたところにジビロの選手いればというそんなシーンでした。アウトスイングのボール、ヘディングシュート、抱えました大井、ここで試合終了のホイッスル、ヴィッセル神戸開幕4連勝、さらに勝ち点3を積み上げて勝ち点12にしました。